今から目覚める方も今から寝る方も、こんにちは、ガルガルです。というわけで、新鬼武者やっていきたいと思います。では、行きましょうかね。十兵衛が今柳生の宗則さんと戦っているらしいんだよ。だから助けに行けんのか。これ外の敵は十兵衛に任せている。今のうちに桜を焼き払わなくては。つうことはこの下にあるのが多分桜ってことなんで、その桜を焼き払うのかな。これで下行って、お、ムービー入りましたね。この桜、これが桜。はあ、なんかな、お、なんか、ん？敵？わお、ひなじ、私です。動かないで。知り合いなのか。物騒にもなったがな。ほう。鶴ヶに現れた秀吉様の桜を焼き払う青い。噂が大阪まで伝わった時、すぐあなただと分かったわ。へえ。邪魔さないで。ねえ、私と一緒に大阪に帰りましょう。今なら秀吉様もきっと許してくださるわ。昔のように秀吉様のために。それはできない。なぜ秀吉様の邪魔をするの。どうして桜を狙うの。秀吉の邪魔か。お前、桜がどんなもんか知ってて言ってんのか。自分の目で、その目でよく見てみろ。俺も見たい。これが桜か。これも、うん、なんか気持ち悪いですね。桜、もう俺の知ってる男じゃない。なんか上みたいなの入ってなかった。今それでも秀吉様はあなたの。だから、だから俺がやるんだ。あ、腕生えてる。桜腕生えてるよ。今の天下人は秀吉様、日本国は太閤殿下のもの、豊臣家こそが国家よ。違う、断じて。じゃああなた一人で何ができるっていうの。一人で異国を相手に勝ち目はないわ。勝てないって分かっていてもさ、戦わずに負けるのは尺だろ。え、バカなことは考えないで私と一緒に帰りましょう。秀吉様のもとなら一生何の不安もなく暮らせるのよ。それじゃこんな世の中でも安心して生きていけるの。生き方は他人に委ねるもんじゃない。自分で決めるもんだ。そんな生き方、今の時代に許されるわけないじゃない。生き方は時代に許されるもんでもない。お願いよ、お願いだから、私今でもあなたのこと。秀吉は俺が決める。そう決めたんだ。ならば私はあなたを討たなければならないわ。何を。結城秀康。結城秀康、その名は党に捨てた。おお、早期の本名を。まさかバトル？マジ？うわ、なんか桜からめっちゃ人間みたいなの出てる。気持ち悪い。マジか。これが桜ね。お、うわ、いきなりボス戦ですか。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと、ちょ強くねえか、いきなり。ちょっと、おい、おら、おら、くらえ、おら、あれ、あれ、どこ行った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 、いたえ、強くね？あんた。え、強くね？ちょ待って、ちょ回復させろよ。章を使う。もう一個使う。じゃあ、行くか。おら！ちょっと待って。あいつさ、なんか、わかったっぽいな。あ、わかった、多分わかった。これ、切り上げなきゃダメなパターンだ、これ。ほら。やべ。
これは多分切り上げなきゃこの弾かれる、めっちゃ弾かれる。ちょっと待って、強くね、普通に。勝てねえんだけど普通に。待って、飛躍中使う。ちょっとおかしいんじゃないですか。ほい。あ、そうだ、忘れてた、切り上げ忘れてた。ほら、あー、もうやなんだこれ、マジか。ほい。うわ、ちょっと待ってくれってなあ。おい、ちょっと強いんすけど、あんた。ちょっと、やるじゃないですか。ほら。おい。ちょっと、マジで、マジで。ほら。おい、ちょっと。おら、やばい、今のうちに回復。やばい。死ぬ。これは回復アイテムが重要になるぜ。えい、ほら、これ弾かれんのマジやばいね。ちょ、避けろ。ちょっとさ、なんかあいつが飛ぶたんびにさ、ターゲットが外れるのやめてくんねえかな。オッケー、危ねえぜ。ほ、これで勝てる、いける。ほら、なんで逃げるわ。もう、やばい、死ぬ、やばい。なんかこの間のボスからすげえ回復のアイテム使うようになっちゃったけど、これ俺の技量がついてってねえな、これ。完璧。おら、よっしゃー、ぶっ殺したぜ。はい。お、ムービーだね。そんなのやってみなきゃわかんないだろ。天下が定まって、やっと戦がなくなったのに。だが今よりはマシになる。民にとって今の暮らしは惨めすぎるからな。ヒデヤス。お初、俺と来い。俺と一緒に。よう。そこまでにしてくれや。俺の女を誘惑するのはそのくらいにしてもらおうか。まあ、もっともこの女は俺とは別れられん体だがね。おい、十兵衛はどうした？さてな、どうだったかな。心配なら探しに行けよ。あのガキにはたっぷりお灸を据えてやったからな。大人のお灸をな。おい、桜を全部運び出せ。どうした、ガキを探しに行かないのか。あのガキあと3分もしたら粉々になっちまうのに。ひどいやつだな。なんだと。だがもし桜を選ぶというなら俺が相手をしてやる。言っとくが俺は強いぜ。走れ、一生懸命走りなさい。秀康殿、心配せずとも太后様の醍醐の花見、さぞや盛大なものになるであろう。一体どういう意味だ、何。ちょっと待って、ここでいいんだよね。あ、戻ってきた。で、なんかあいつ意味深なこと言ってたな。爆発するみたいなこと言ってたから、なんかさ、あんのか。ちょっとお前ら邪魔だ。お前らちょっと、お前らちょっと、カメラの人おかしいから、ちょっと、よっしゃー。おい、これでカルマゲットしてからさっさと行かないと、10兵衛に何かしら嫌なことが起こるであろうということか。あー、お前らは多分そんなに強くないはずだけど、ちょっと早めに戻らないとやばいから無視。よし、これ戻ってきた。これは、ああ、分かった。多分ね、あそこね、ちょっと一回やった時に、あそこ見たな。あそこの場所。確か、あ、お前、うわ、だるい。これはだるい、さすがに。そういう魂胆か。早く戻らせないためにこのトラップが、うっしゃー。待って、あのトラップん、あ、で
待って、どっちだっけ、あ、ここか、こっち側に、あ、まだか、うらはい、こっちか、あ、むしむし、よし、多分ここで合ってるのかな。わお、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 やばいよ、このためにあったのか、この変な突起物みたいな。うん、間違いなく死ぬね、これは。うん、もう痩せてません。お、すごっ、お前花の刑事の前田刑事みたいになってんじゃねえかよ。どうして、お前桜を燃やせたのかよ。あんなもん後でどうにでもなる。バカ、それじゃお前何のためにここに来たんだ。大体なんで俺なんかを助けた。おめえあんなところで死んでる場合じゃないだろ。バカ野郎、今日へ行くぞ、十兵衛。お前は奴を斬れ。俺は秀吉を斬る。これが決意ってやつか。はい。